ごまだしうどんごまだしは焼いたエソ類などの魚のみごまをすりつぶして醤油等を混ぜて作られる大分県佐伯市の調味料であるユニット金入れうどんと共にごまだしうどんとして食すのが一般的でこのごまだしうどんは農産漁村の郷土料理百選に選定されている丼に茹でたうどん玉を入れごまだしを乗せて湯をかけてごまだし うどんとするのが最も一般的な食べ方である。食べる際には、ごまだしと、ゆ、うどんをよくかき混ぜていただく。また、うどんだけではなくそうめんを使ったり、その他の麺類や茶漬けのようにご飯等を用いた、料理のトッピングや調味料として利用されることもある。他に豆腐や茹でた野菜などとあえて一品を作ることも、できる。ごまには酸化防止作用があるため臭くなりにくく。 ごまだしは、広口の瓶に入れておけば、夏は1週間、冬は1ヶ月は、保存が効く。ごまだしは、家庭で作られていたため、その味は、各家庭により、様々である。うどんのだしとして用いる場合には、ごまだしや湯の量を、各自の好みにより加減できるので、さらに個人によっても薄味、濃い味が存在する。また、釜揚げうどんのように、茶碗にごまだしを入れて、 好みの濃さで、都度うどんを混ぜながら食べる人もいる。食堂でも、ごまだし、うどんをメニューとしているところがあるが、各店で、だしの味は異なる。佐伯は、文後水道を挟んで隣り合う四国との交流が、古くからあり、現在も高知県すくも市との間に、フェリーが運行されているが、さぬきうどんをはじめとする四国のうどんの影響はさほど、受けてない。 ごまだしうどんは唯一の佐玉独自のうどん料理であるが、本来家庭料理であることもあり、佐玉市には現在もうどん専業店は少なく、食堂や居酒屋で提供される方が多い。佐柄の殿様、裏で持つと歌われるように、佐玉は水産物が豊富な土地で、新鮮な寿司でも知られている。ごまだしは、もともとは観光客向けの食材ではなく、水産物が豊富な、 最近の漁師の家庭で、餌が大量に取れた時の保存食として、いつの頃からか作り始められた郷土料理の一つであった。保存性があるのに、作り置きしてすぐに食べることが可能な便利な調味であるが、近年は食の多様化や保存技術が進む中、魚の身をほぐす必要があるなど作るのに手間がかかることと、地元漁業の衰退もあって、 材料の餌が以前よりも手に入りにくくなったことから、家庭でごまだしが作られることは少なくなり、現在では稀なメニューの一つとなってしまった。しかしながら、近年は、再起市内において、瓶詰めなどの形で市販されるものが増えたので、これを利用すれば手軽にごまだしうどんが楽しめるようになった。ありがとうございます。